はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、2014年最後の動画になります、こちらが。今ですね、我々はフロリダにおりますけれども、ちょっとね、2014年振り返ろうと思ったんですけど、そんなにね、時間がないので振り返れませんでした。ただ、今年ですね、起こった中で大きなことがいくつかあるなと思ってるんだけど、例えば何が A ちゃん一番大きかったの？ない。アニチェットチェッパパね、一つだけね、あるとしたら仮面ライダーが好きになったこと。だって今までさ、仮面ライダーとか全然好きじゃなかったのに、いきなり好きになった。今年の春の、トキュージャーとガイムのスペシャルを見て、ガイムを見出して、そっからハマった。仮面ライダーがハマったんだね。そう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 。だからさ、そっからガイム見て、今ドライブ見てるけど、電王見たりディケイド見たりしてるからね、なんか全然そっから変わったよね、ちょっとね。変わったね。あと妖怪ウォッチとかね、今年、去年までずっと電車系できたのが今年になってちょっと変わった感じするよね。まあ電車が相変わらず好きだけどね。いろいろまた来年も。姉ちゃん、大きいのあります。何？何ですか？カーツランタのさ、レースのやつ、もう結構、そうだね、ついこの前だったね。ちょうどこの旅行に来る前に、フロリダにこう来る前に、そう、ちょうどこの旅行に来る前にカーズ見てたんでね、カーズ1と2をね、だからあのラジエータスプリングス本当に見えてよかったね、あれはすごくよかった、確かに。ということで、2014年こちら最後の動画になりますけれども、今年も大変お世話になりました。はい、来年もですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。ディズニーワールドの動画をまたこれから新年になってもう続けますので、しばらくお付き合いくださいませ。はい、以上です。バイバーイ。